チャールズ・バベッジ、チャールズ・バベッジ、チャールズ・バベッジ、FRS、1791年12月26日から1871年10月18日は、イギリスの数学者、分析哲学者、計算機科学者でもあり、世界で初めてプログラム可能な計算機を考案した。コンピュータの父と言われることもあり、初期の機械式計算機を発明し、 さらに複雑な設計に到達した。その完成しなかった機械の一部は、サイエンスミュージアムに展示されている。1991年、バベッジの本来の設計に基づいて、開鎖機関が組み立てられ、完全に機能した。これは19世紀当時の技術の精度に合わせて作られており、バベッジのマシンが当時完成していれば動作してたことを証明した。9年後、 サイエンスミュージアムはバベッジが開催機関用に設計したプリンターも完成させた。ロンドンに生を受ける。正確な生誕地については議論があるが、ロンドンの44クロスビーローではないかとされている。ダーゴムストリートとウォルワースロードの交差点付近に生誕を記念たブループラークがある。生まれた日は父ベンジャミン・バベッジ。ベンジャミン・バベッジは裕福な銀行家であったが、元は 金細駆氏であった。母は、ベッツイ・バベッジ、ベッツ・プラムリー・バベッジ。1808年、一家は、テインマストーブに移り、父は、近くのショートトン、マイケル・エス・チャーチの教会委員となった。父が裕福であったため、小学校時代に、複数の家庭教師をつけるなど、熱心な教育を受けさせた。10歳の時、生命を危うくするほどの発熱を、経験し、 療養を兼ねてい舎、エクセター近郊のアルフィトンの学校に通うようになる。両親は学校にあまり脳に負担をかけないようにしてくださいと依頼し、本人はこんなに暇では馬鹿になるかもしれないと思ったと後に述べている。デボン州のに入れられ、ここですぐに体力を回復すると、再び家庭教師をつけてもらえるようになった。 その後ミドルセックスシュインフィールドにある三十人の生徒を持つホルムードアカデーに参加し、スティーブン・フリーマン牧師に学ぶようになった。このアカデミーには膨大な蔵書があり、それによって数学に興味を持つようになる。アカデミーを離れてからさらに二人の家庭教師について学ぶ。カズトはケンブリッジに住む聖職者で、バベッジは後に何も得るものがなかったと述べている。もう一人は、 オックスフォードの家庭教師で、ケンブリッジに入学できるだけの古典について学ぶことができた。1810年10月、ケンブリッジ大学トリニティカレッジに入学。ここで、コットフリー・トライプニッツ、ジョゼフ・ルイ・ラグランジュ、トーマス・シンプソンらの著作を読みふけり、ケンブリッジの数学教育のレベルの低さに失望した。その結果として1812年、 ジョン・ハーシェルやらと共にを設立。バベッジ、ハーシェル、ピーコックは後に裁判官となったとも親しく、ライアンは後に科学の講演者となった。また、バベッジとライアンは後に姉妹とそれぞれ結婚し、義理の兄弟になっている。バベッジは学生として他の団体にも参加しており、超常現象を研究する、精神病院からメンバーを解放することを、 目的としているエクストラクターズクラブなどがある。1812年、ケンブリッジ大学のに移る。ここで、数学者のトップとなったが、卒業することはできなかった。代わりに名誉学位を、試験なしで1814年に与えられている。1814年7月、デボン州、テインマスのショートトーン、マイケル、エス・チャーチで、ジョージアナ・ホイットモア、ジョージアナ・ウィテモアと結婚。 シュロップシャーノというカントリーハウスを新居としたが、子で自らセントラルヒーティングシステムを設計、その後ロンドンに引っ越した。8人の子供を設けたが、成人したのは4人だけだった。妻は1827年9月1日、ウスターで死去。同年、当、次男、生まれたばかりの末っ子が相次いで亡くなった。その後1年をかけてヨーロッパ大陸を旅行したため、 会社機関の構築が遅れることになった。1871年10月18日、79歳で死去。ロンドンのに埋葬された。ホースリーによれば、腎臓を患い、膀胱炎を併発して亡くなったという。1983年、バベッジの検視報告書が発見され、後にバベッジの夜者語が公表した。また、副社が公開されている。 バベッジの脳は半分がイングランド王立外科医師会に保管され、もう半分がサイエンスミュージアムにて展示されている。一番年下の息子ヘンリー・プレゴスト・バベッジ、1824-1918 18は、父の設計に基づいて6台の開社機関を製作し、そのうちの1台がハーバード大学に送られた。ハーバードマーク・アイを開発したハワード英検は後に、 それを発見している。ヘンリー・プレボストが1910年に制作した解析機関の演算機はダットマストンホールに展示されていたが、今はサイエンスミュージアムにて展示されている。バベッジの機械は初期の機械式計算機の一つだが、実際には完成しなかった。その最大の原因は資金問題と自身の性格の問題である。 いくつかの蒸気機関で駆動する機械の製作を指揮して、若干の成功を収め、計算を機械化可能であることを示した。その機械は扱いにくかったが、現代のコンピュータと基本的アーキテクチャは良くている。データとプログラムは分離されており、命令に従って動作し、演算機は条件分岐が可能で、本体とは別に入出力装置を備えていた。政府から10年以上にわたって、 総額1万7千ポンドの資金援助を受けたが、最終的に信頼を失って、資金提供は打ち切られた。当時、数票は計算手と呼ばれる、大勢の人間が流れ作業的に単純な計算をすることで作られていた。ケンブリッジで彼はこの手法の誤り率が高いことを見ており、数票作成の機械化をライフワークにするようになった。1822年。 解社機関、リファレンスエンジンと名付けた多項式関数の値を計算する機械の設計を開始した。当時の他の機械式計算機とは異なり、バベッジの解社機関は一連の数値を自動的に生成するのだった。有限差分法を使うことで常除算を使わずに関数の値を計算できる。1820年代初め、バベッジは 最初の開社機関の試作に取り掛かった。その時制作した一部の部品は今もオックスフォード科学史博物館にある。この試作機が開社機関1号機へと発展した。しかし完成はせず、出来上がった部分はロンドンのサイエンスミュージアムにある。この開社機関1号機は約2万5000個の部品で構成され、1万3 6 0 0ラムの重量で 高さは2.4メートルとなる予定だった。資金提供も受けたが、完成することはなかった。後に改良を加えた、開催機関2号機を設計したが、バベッジ自身は製作していない。開催機関2号機が実際に製作されたのは1989年になってからのことで、ロンドンのサイエンスミュージアムで、バベッジの設計に基づいて19世紀当時の、 技術制度に合わせて制作された。1991年に完成し、31桁の計算結果を出力した。また、技術者で大富豪のもこれを制作し、2008年5月10日、マウンテンビューのコンピュータ歴史博物館に寄贈した。それまで誰も制作していなかったため、これらはレプリカ、複製ではない。開催機関の制作が破綻して間もなく、 バーベッジはさらに汎用的で複雑な解析機関を構想し始め、1871年に亡くなる直前までその設計を改良し続けた。二つの機関の主な違いは、解析機関ではパンチカードでプログラムを組むことができるという点である。プログラムをカードで用意することで、最初にプログラムを組めば、それを機械に入れるだけで実行することができる。解析機関は、 ジャカード食器のパンチカードのループで計算機構を制御し、前の計算結果に基づいて次の計算を行うことができる。逐次制御、分岐、ループといった現代のコンピュータのような特徴すらいくつかを備えている。エーダ・ラブレスはバベッジのアイデアを完全に理解していた数少ない人物の一人で解析機関の能力を示すために実際にプログラムを作成した。 ベルヌーイ数の数列を計算するプログラムなどである。今では世界初のプログラマと言われている。1979年には彼女にちなんであるプログラミング言語が A だと名付けられた。2011年、イギリスの研究者らが解析機関を制作するプロジェクトプラン28を立ち上げた。バベッジは設計を改良し続け完了させていなかったため、まず、 クラウドソーシングによってベースとなる設計を確定させるプロジェクトを開始した。675バイト相当のメモリを持ち、7Hz のクロック周波数相当で動作する予定である。バベッジの没後150周年となる2021年までに完成させることを目標としている。ソロ版や機械式計算機は、集積回路を使った電子計算機にとって変わられたが、 MEMS とナノテクノロジーの最近の発展により、微細な機械に計算させるハイテク実験が行われるようになっていて、電子式では動作できない広報射環境や高温環境でも動作可能な点が優れているという。エコノミスト誌は20世紀末にバベッチ、エスラストラフと題した記事を掲載し、微細な機械による計算について紹介した。1824年。 数表と天文歴のための計算機関の発明に対して王立天文学会ゴールドメダルを授与されている。バベッジは同学会の創立メンバーであり、1871年に亡くなった時には最長老となっていた。ケンブリッジのルーカス教授職を1828年から1839年まで務めた。この間にいくつかの科学計画開始の観光をしている。 1834年には統計学会創立に尽力した。1832年、アメリカ芸術科学アカデミーの外国人名誉会員に選ばれた。1837年、全八巻に反応して、第九ブリッジウォーター論集、天地創造における神の力、英知、全性についてを出版し、神は全知全能な、神聖な立法者であり、 法則を作り適切な時期に種を作ったのであって、時々気まぐれに奇跡を起こして、必要に応じて新たな種を生み出したのでは、いという説を展開した。これは、自然進学に関する著作であり、ジョン・ハー・シェルと議論した結果が含まれている。暗号解読に関しても、業績を残し、ビジュネルのや、それより弱いビジュネル暗号を解読した。この暗号は当時、 解読不可能な暗号と言われていた。その発見はイギリス陸軍の作戦行動に活用され、数年間その発見は秘密にされた。そのため暗号解読者の栄誉は数年後に解読に成功したプロイセンの不評証拠に与えられている。1838年にはカウキャッチャーを発明している。これは機関車などの前面に取り付ける金属フレームで、 進路上の障害物を排除するものである。もつくり、1838年頃、イザムバードキングダムブルネルのグレートウェスタン鉄道で何度か調査を行った。長男のがブルネルの下で技師として働いていたという関係があったが、この長男は1850年代にオーストラリアに移住した。玄関鏡もバベッジの発明だが、評価してもらおうと医師に渡してそのまま忘れてしまい。 実際に使われるようになったのは後に、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツが独自に発明した方だった。バベッジは2回、国会議員に立候補している。1832年の時は5人中3位だったが、1834年の時は4人中最下位となった。著書、機械化と工業化がもたらす、経済効果、オンザ・エコノミー・オブ・マシナリーマニアファクチャースでは、今日、 バベッジの原理と呼ばれるものを描いている。これは仕事を分割することの効果を論じたものである。熟練した賃金の高い労働者は常にスキルを最大限に発揮しているわけではない。その仕事を分割して複数の労働者を雇えばスキルを要する仕事だけを熟練した労働者に割り当て、他の比較的簡単な仕事は別の熟練していない労働者に割り当てることができ。 全体として労働コストの削減になるというものである。カール・マルクスは資本論や経済学批判要項でこのバベッジの分業論に強い影響を受けた。バベッジの原理はフレデリック・テイラーの科学的管理法の前提となっている。バベッジはある工場の壊れた窓ガラスを全部数え、1857年に窓ガラス破損原因の相対度数表。 テーブルオブザレラティブフリークエンシーオブザコゼスオブブレイキッチオブプレートクラスウィンドウスを出版した464枚の壊れた窓ガラスのうち14枚が酔っ払い女性または少年が原因とされているバベッジは人混みが嫌いで1864年には通りの迷惑の観察アブザーベイションズオブストリートニューセンセスを出版し 80日間に165回の迷惑を数えたこともある。特にストリートパフォーマンスが嫌いで手回しオルガンの音を聞きつけるとそこに行ってののしったという。例えば次のような引用がバベッジの音楽嫌いを表している。1860年代には反対運動を起こした。特に鉄製フープを転がして馬の足の間をすり抜ける遊びを非難した。実際、 馬が驚いて乗っていた人が振り落とされたり、馬が足をくじいたりすることがあった。1864年には、庶民院で、この子供の一般的遊びを改革しようとするバベッジの運動が批判され、バベッジは評判を落とすことになった。当時の首相ロバート・ピールはバベッジに順弾尺の地位提供を申し出たが、貴族の世襲性に批判的だったバベッジはこれを断った。 バベッジは一大貴族の方を望んだがこちらは逆に断られ結果としてどちらも得られなかった。バベッジの数々の業績はインド思想、特にインド論理学に影響を受けている。バベッジほどではないがハーシェルとモルガン、ジョージ・ブールにも言えることである。は、1920年代に彼女のおじ、ジョージ・エベレストがバベッジとハーシェルに インド思想を紹介したと主張している。1825年頃、エベレストがイングランドで2、3年過ごしたことがあり、当時ずっと若かったハーシェルやバベッジとすぐに生涯の親友になった。私は公正な心を持つ数学者なら誰でもバベッジの第9ブリッジウォーター論集を読んで彼の同時大臣の作品と比べてみることを勧める。そして、 バベッジの曲線上の特異点に関する考え方、八章の根底にある奇跡の性質についての奇妙な概念がどこから来たのか自問してみるとよい。それはヨーロッパ神学からだろうかそれともヒンズー教系事情学からだろうかおお、当時のイギリスの牧師たちはどんなにバベッジの本を嫌をしたことだろう。メアリー・ブールはまた次のように記している。バベッジ、ド、モルガン、 ジョージ・ブールという三人の男が1830年から1865年、当時の数学的雰囲気の中で強烈に貧数化した理由は何だったのか考えてみなさい。自然科学における探求がなされているベクトル解析と数学を生み出すことに、それがどんな部分を占めていただろうか。しかしながら、バベッジ自身は幼少期からプロテスタントであり、信仰を失ったことはない。 バベッジは様々な形で記念されている。例えば、月にはと名付けられたクレーターが存在する。ミネソタ大学には情報技術についての文献収集と研究のためのセンターであるチャールズ・バベ研究所がある。ケンブリッジ大学にはバベッジの名を冠した階段行動があり、学部の科学系講義に使われている。ウィリアム・ギブスンとブルース・スターリングの小説。 ディファレンスエンジン、マークホダーの大英帝国蒸気機関シリーズなど、サイエンスフィクションのサブジャンルの一つ出るスチームパンクの作品においてはしばしば、開社機関、ディファレンスエンジンが蒸気駆動のコンピューターとして実用化された設定になっている。これらの作品では、バベッジは開社機関の考案者ではなく、実際の開発者として、登場ないしは言及される。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。